サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日のマッチはパルビ対ユベントス、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。今前半キックオフです。パルビ対ユベントス、ユベントス自力優勝がかかっています。さあ、つながるか。渡ります。自分で行く。イグアイン止めた。ロングフィードで狙う。カットです。スルーパスを出す。旗は上がっていません。シュート、守護神触る。マイナス方向、しのぐ。クロスバーの少し上。ユベントスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ユベントスはこのアウェー戦、全勝と敵地での圧倒的な強さを発揮しています。まあ、アウェー戦は本部と違ってきつい分、勝った時の見返りが大きいですからね。ああ、そうですね。まあ、そこで全勝できるとなると、いろんな面で非常に有利になりますよね。まあ、それがこのクラブのメンタルの強さ、財産だと思いますけどね。はい。かわした。コース入った。ディバラ、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。センターそのまま抜けてきましたね。決定的でしたよ。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。裏のスペースを狙う。来た。これはポストの跳ね返りは、ワントラップして決める。優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。ユベントス、イグアイ、ここはいい位置に詰めていました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。ユベントス、貴重な先制点を奪いました。アウェーですからね。まあ、いろんな意味で非常に大きな点ですね。裏へのスルーパス。ジェリー・ムバコブ、ここをかわした。アーチのようなパス。もういい形ですよ。味方を走らせる。カルピー、先日の試合ではあまり采配が的確でなかったとの指摘、ところどころありましたね。まあ、そうですね。あれは途中からディフェンスの枚数を減らしたのが良くなかったですよね。あの状況で後ろを手薄にすることはリスクが大きいですから、完全にそれが裏目に出てしまいましたよね。裏のスペースへ、裏へ抜けた。いい展開ですね。ここはオフサイドありません。チャンスですよ。裏に味方を走らせる。決めた。ユベントス
ユベントス立て続けに得点が決まります。今のゴール奪ってから非常に早かったと思うんですがいかがでしょう。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、これを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。そうですね、今日2点目のゴールです。さあユベントス、さらに1点を追加し2対0としています。ユベントスとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。長いボール縦へ、ロマニオーリ、これは来た、スルーパスを出す、チャンスだ、来た、切り込むか、シュート、いや追加点、ユベントス、ユベントス立て続けにゴールを決めてきます。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。タイミングバッチリでしたよね。これ合わせるのってシンプルに見えますけども非常に難しいんですよね。ここのポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。素晴らしいハットトリックです。さあユベントス、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。裏のスペースを狙う、このボールをカットします。吉川、裏を狙っていきます。ディフェンダー集中力いいですよ。フリーで受ける、長いボールを送ります。ジェリー・ムバコブ、サイドのスペースを使います。プレーでしたよね。カルピ、カルピ、さあ追いつくことができるのか。あと2点で同点です。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。ファンブルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。今シーズン2ゴール目です。さあカルピ、あと2点というところまで来ています。吉川、ここは競り勝ちます。ロングフィードで狙う、サイドのスペースへ走らせる、上げてくる、どうだ、ミドル、ゴールキックです。としては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、そうすることで中央にスペースができるので、そこに列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。どうだ、ここには誰もいませんでした。裏狙いましたね。このボールに触ります。再びクロス、今のアリはキーパーの判断が難しいので効果的ですよね。スルーパス、このパスが抜ける、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。
上げる。イグアイン前線にボールを送ります。長い縦へのボール、スペースへ出す、抜けた。アーチのようなパス、シュートレンジです。収まった、フリーだ。ここは大きくクリア。危険なシーンでした。このボールはカットです。裏に味方を走らせる、ゴール。おっと、しかしこれはオフサイドか。いや残念ですけどもね、しょうがないですね。ユベントス仕切り直しです。ユベントスが現在リードで迎えているファーストハーフの終盤、残り時間をどういう感じで戦っていけばいいんでしょうか。とりあえず前半はもうリスクを犯さなくてもいいですよね。相手が前がかりになってきたら逆にそこをつく形でいいと思いますけどもね。裏のスペースを狙う、このスルーパスは通りません。ボール入りましたよ。リグワイン裏のスペースへ来たぞ。ここをかわした、止めた。大きく縦へ、ここは足を出して踏ん張ります。これもファールですもんね。クリア。このピンチをなんとか出します。スルーパスを出す、このパスが抜ける、来た、かわす。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。ユベントス着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですがどうでしょう。2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせても有利に見えますよね。ユベントスが3対1と2点リードして後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。ペレツしっかりと抑えました。いや早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったでしょうね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね、効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。裏へのスルーパス、これは合いません。かけてくるのか、どうかこのパス上がる。うわ曲がる、もう一度上げる。イグアインのシュート、触る。縦へのボール、ディバラ裏に味方を走らせる。また中央へ、吉川スペースへ出す、ここはカットします。縦に仕掛けます、抜けた。ダニエル・ルガーニ、スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。
吉川。カルピとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。吉川、裏を狙っていきます。ここはキーパー処理しました。大きく縦へ、ふわっとしたボール、いいボールでしょ。ボールを受けます。どうだ、ボールいいですね。一旦クリアで落ち着かせます。スルーパス、このボールをカットします。縦に送ります。ここは読んでいました。イグアイン、この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、今日はシュートも打ってますし、ハットトリックもありましたからね。これはつながりません。大きく前線に入れます。ディバラ、さあカウンターを仕掛けます。スペース出ましたね。裏へ抜けた。さあイグアイン、コース空いた、シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここは競り勝ちます。ディバラ、ディバラ、この試合でアシスト2つ記録しています。裏へ届くか、長いボール縦へ、ここかわす、スペースへ出す、この位置で受ける、上げる、シュート、しのぐ、レミナ、ロングフィードで狙う、流れを止めます。のようなパス、チャンスだ。上げる、来た、チャンスだ、シュート、セーダー、長いボールを送ります。ここでファウルをもらいます、ユベントス。ディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。もらう前にシュートをイメージしたと思うんですけどもね、ちょっと焦っちゃいましたかね。これは通しません。柔らかいボール、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ユベントスとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。手にボールを送ります。裏のスペースへ、お、いい形ですよ。足元大事に行きます。チャンスだ。プレッシャーをかけます。まだいますよ。サイドを使う、いい展開ですね。
よくカバーしましたよ。さあボールはスルーパスを出す。ユベントスとしては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。チャンスですよ。スリーだ。トラップからゴール。追加点ユベントス。こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。これ落ち着いてましたね。結構とっさに吹かす選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。さあユベントス3ゴールリード。ロマニオーリ、ユベントスはここでベンチに動きがあります。送る。フォローいいですね。さあ右へ預けて、残り時間も少なくなってまいりました。このまま試合を終えますとチャンピオンズリーグ出場への道が断たれます。カルピールーズになる。スルーパスを出す。ボールを受けてどうだ、シュート、あと少し。今のは惜しいシーンでした。奪った後に早いですよね、ゴールマンの仕掛けが。裏へのスルーパス、このループシュートはどうだ。これだ。ここはクリアでピンチを出します。さあ左サイドへ。お、いい形ですよ。仕掛けるタイミングを図る。マイナスクロス、自分で行く。ユベントス、これはスローイン。ユベントス落ち着いて時間を使います。裏に味方を走らせる。いい展開ですね。裏を狙っていきます。シュート。中央フリーでした。ユベントス決定的なチャンスを収めることができませんでした。縦にボールを送ります。長いフィード前線へ、ボールを上げる。このクロスには合わせる選手がいません。組み立てながら攻め上がっていくレミナ。前線へ大きなフィードです。通るのかこのパス。アレックス・サンドロ、レミナ、どうだ。このボールに触ります。ここで雌雄を決する笛です。優勝の瞬間、長きにわたる戦い、試された心、技、そして体、ここに決着を見ます。ピッチ上歓喜の渦です。喜びの花が大輪を咲かせています。さらなる高みへ、新しいシーズンに向けての戦いがもう始まっています。セリエ A 優勝セレモニーの様子をお届けいたしました。
Thank you.